2024年もいい年にしましょう。乾杯。楽しく自由にやっていいみたいなので、はい、お願いします。祝いましょう。食べたいです。ね、お腹すいた。みんなお腹すいた。好きですね。いいじゃん。じゃあちょうどいいですね。食べよう。はい、食べちゃう。やっちゃいますか。やっちゃいます。今日じゃあでも何があるんだよ。役割をさ、いろいろ分けないとさ、あれせっかくいっぱいいるからこれだけでなんかやりましょう。何があるんですか。今日はおせちとか手巻き寿司、手巻き寿司とか、とか、うん、あるらしい。ありますけども、絵本巻きじゃない。絵本巻きじゃない。あとは絵本巻きじゃない。手巻き寿司、ね、じゃあチーム、お、もうそうだよ。じゃあ大丈夫。キキちゃん、キキちゃん、おお、リーダー。おせちもあるみたいな。ね、はい、ね、おせちと準備の準備と食べる専門でもいいですけども、あ、もう美味しく食べちゃうみたいな。あ、美味しく食べちゃうね。応援隊も、あ、応援隊、応援隊、応援隊行きましょう。とりあえず行ってみます。そうだね、行きましょう。行きましょう。多いよ。すごい。やばい、リングつけたまま笑っちゃってる。大集合しちゃったけど、大集合すぎて、あ、とりあえず役割入ってる人だけ取れ。あの、大丈夫、みんな言いたいの。おせちだと、はい、あの、そうそう、すごい全然応援してる人いっぱいいる。応援しすぎちゃったみたい。え、じゃあさ、おせちの方は、うわ、いいよ。なんか、撮っててください。1段目またちょっと YouTube っぽく、とりあえず写真ね。いきます、せーの。言ってる人がいるんですけど、
園かな幼稚園かな、ここは。じゃあ、皆さん食べますか。はい、じゃあ、いちゃいましょう。乾杯だけする。うん、それでは皆さん気になるけどカメラが2024年もいい年にしましょう、はい、乾杯乾杯乾杯やばい、お腹減った。食べたい、たくさん食べましょう。食べれる、いい年はね、食べる。今からご飯食べます。さあ、何食べるやつ？お皿に残っていく？こっちに食べたい、食べましょう。うちマグロ目当て、行きまーす。プリキンとのご飯、そうなの？え、もうちょっと入れちゃう？もうちょっと、すごい、何ですかこれ。これはサーモンイカマグロです。ありがとうございます。じゃーん、忘れちゃった。いいじゃん、閉まりません、閉まりません。一旦ストップ。見て、美咲が使ってくれるのゲーム。待って、美咲の玉削ってないで、これ負けないよ。できました。はい、できました。いいかも。はい、いただきました。じゃあ食べますか。はい、せーの、いただきます。めっちゃ鶏が高かった。やばかったね。大丈夫、できてるかな。おいしい、めっちゃおいしい。おいしい、おいしい。自炊する子ってさ、普段え、リナちゃん、え、リナのやつがね、インスタさ、毎回料理のやつあげてるの。作ってます、自分で。すごいね。きっかけはあったん？でも、なんかよくお母さんの料理をなんかお手伝いするくらいから始まって、で、好きになって自分で作るようになった。いい奥さんになれそうだなって思う。うん、上手。奥さんになったら面倒くさくならないから。毎日だからね。毎日なので。2023年の振り返り。あー、すごいね。え、ツアーどうだった？初めて。え、アクスタを初めて作ったの？そうなんですよ、私の一つ目標が叶って、アクスタになれました。あー、嬉しいよね。ちなみにガールズガールズの2023聞いてくれ、ラッキー聞いてくれ。ガールズの2023ちょっとあれやった。何か食べる、食べることになる。いいです、さっき聞いて。うわ、なんだろう。でもね、私たちもファンミーティングとか、うん、ツアーもやし。でもあのリリーベがさ、復活したっていうのがさ、2023年だったから、声出しも解禁になりますよね。そう、それは大きいね、はい、とにかくファンのみんなにお会いする機会が、多かった。食べるか、お願いします。そんなね、2023年を経て、ありがとう。かわいいよね、もう自由なのに。お腹空いてんだよ、みんな。食べていいよ、僕は。2024年こうしたいなとかってあるの？なんか普段なかなかそこまで話す機会がない。確かにないか。リーダー、はい、リーダー、2024年はどうしたんですか？2024年は、ラッキーラッキーは、3周年、はい、3周年、次が3周年なので。3周年か。3周年だって。早いね。3周年は 何してたんだ？あ、だからビアーリーナやってて。はぁ、あれが3周年？やばいね。あれ最近じゃない？3周年だ。で、ペースも5周年なんだよ。やばい。5周年。そうなんですよ。いや、もう年取ってるわ。気づいたら。でもあれぐらいの感覚にもラッキーも来てるって、だいぶね。すごいね。だから今年はもっとなんかファンの人に会えるようなイベントをたくさんやりたいなって。確かにね。できるように頑張ります。何かもう決まってることとかはあるんですか？とリリースが
あるね。ミラさんのさ先生が一緒じゃない、ボーカルの、うん、はい、ディレクションもされてたりとかするから、ラッキー次何月なんだよねって話もね、聞くんだよね。あれだね、ボーカルで椿と美咲ちゃんよく会うんですか、うん、なんかいつも美咲ちゃんが話してくれることに対して分かってないんですけど反応してるみたいで、あのだからクリスマスのやつも知らなくて多分反応してて、なるほどね、だからえ今度よろしくねって多分話してるんだよね。ステージを一緒に立たせていただくっていうのを私たちまだ知らなくて、うわで美咲ちゃんおっこれでしょ、わかんなくて、で、あ、ちょっと合わせなきゃなって思って、つばきは頑張って、あ、はいとか言って、まだ言われてなかったんだ。そうね。あれ、ごめんなさい。ごめんね。ごめんなさい。多分そういうことやってんだと思う。つばきちゃん困らせてるんだね。でも確かにいつも噛み合わないなと思う。そうだったんだね。そうなんだ、うん、ね。2024年に二十歳になるメンバー誰だ？いやなんか手あげたくもない気がする。いやあげなきゃいけないですよ。あげたくもない。それもあの二十歳の人に失礼。確かに。出せる人いるんだよ。違う、うん、私はそう思う。ヨーカとユズと、はい、ももちゃん。はい、まあ、キラちゃんもとキラも。今言わせてた。キラちゃんあの学年の、ね。そういう意味でね。ああそうね、どうですか二十歳。じゃあキラさんから先になると思うので、どうですか、なんかこう10代終えてより一個大人になる、こうお酒も飲める年齢ってなると大きいよね。もう飲めるね、うん、やば、ね、20歳のね、あれどうですか、うん、この前19歳になったばっかりなの、まあ誕生日遅いからね、うん、確かに考えたくはないかなっていう感じはしますけど、でもやっぱもうガチの成人だから、卵が食べます、ガチの成人だから、うん、ちょっと自分の責任を取らないといけない、うん、今までどうしてたんですか、よりね、うん、傷はユズは多分イカが好きだから多分酒飲みになると思う。そういうことね。おつまみとしてね。そうだからちょっとアルコール注意しようかなって思って。確かに。みんな二日酔いでちょっと地獄がやばいやばい。やばい。シャレになんない。そのリスクが二十歳の人が増えるってことね、ある。そのリスクがね。そうだね。できちゃうから気をつけたいよ。私はね。もっと自立したいかな。二十歳になるんで。結構やっぱまだ家族のこと頼っちゃってるから、うん、もうちょっとしっかりしたいなっていうすごいリアルなのを話しちゃったんですけど、うん、まあそうだよ、ね、うん、この話してもラッキーちゃんさ、ね、まだ先だからさ、でもすぐ来るよ二十歳とか、ね、うん、例えば次高校生になる人とか、そうだよね、うん、中学生なの、そうなの、マジマジで言ってる、次高校生になります、身長が一番大きいんじゃない学校とかで、そんなことない、でも私より背高い子いる、やばっ、まあ169です、あ、169、まだ負けてないよ、え、ちょっと頑張ろう、伸ばしな、いけるかな、でもあれじゃん、ジャンプのさ反動のこのかかとにかかる圧力って言うよね、で伸びるって言うじゃん、ジャンプした方がいいんだよ、かかとが分厚くなるってことですか、いやいやいや、それやばくない、なんかこう拳でね分厚くなるみたいな感じ、いやいや違う違う違う、やばい、やっぱり通じない、みんな聞いた顔できないかもしれない、なんかずっとバカつれてるな、聞いた、高校生になるなんか目標とかはあるんですか、うんうんうん、確かに、キキちゃんとか、あのその辺に聞いてるんですけどその辺にその辺なんかある、なんか高校生ね、そうですね、うん、やっぱ今まで通りテンションアップル、あ、まあ、アップルで頑張りたいと思います、さすがアップルアップル、テンションアップルで頑張ってもらって合わせたよ、あと誰がいるの、こっちとか、あの勉強がすごい苦手なんですよ、もうで高校生ってやっぱりもっと勉強難しくなるじゃないですか、うん、だからもう今中学生の時点でもちょっとついていけてないところはあるので、うん、
高校生でも勉強と活動の両立を頑張りたいと思います。頑張れ。大丈夫、とわちゃんも頑張ってるから乗り越えましょう。頑張りましょう。けぎちゃんはやっぱ高校生になると活動の幅が広がるので、うん、広がって結構いろいろなことに挑戦させてもらえるようになるので、うん、なんか自分らしく頑張りたいなって。みんなメンバーで遊びたりします。します、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 なんか今のってやつします。でもよくさ、え、え、するよね。するします。9人でっていうのはなかなかないんですけど、なんか 2,3 人とかではよく行きますね。それはガールズもさ、ね、やっぱこの人数で動くって怖い、怖いですよね。怖いですよ。結構さ、集団行動になるからさ、はい、でもこの前さ、一緒にご飯行ったりとか、そうです、ね、っありがとうございます。そう、どうだったの。なんだ、人見知りだから全然喋ってくんなくて、2人でも。だからなんかあのプロフィール帳みたいな会話をしてました。いいじゃん、いいじゃん。じゃあそこで得た知識教えて。確かに、なんかあの私がトトロのお話があんまりわからないっていう話したんですけど、すごい一生懸命説明をしてくれて、トトロかわいい、あのジブリが好きって言うんですけど、でも全然わかんなかったです。もう一回ご飯行ってトトロの話して。一緒に、なんだらトトロ見ちゃうから。確かに、誰が難易度高いのね、うん、そうだ。行ってたわ。行きました。え、みなみとひろちゃん、なんか何話した。なんかでもお仕事関係、そうですね、あと MBTI あ、そう、そう出たので、すごい話しやすかったです。そう、え、ひろちゃんなんだの MBTI。 私は ISFJ いる。いないわ。いないわ。ラッキーもいない。ラッキーもいない。あ、一人だけじゃない。え、私ヨカちゃんと被ってる自信あります。え、一緒にヨカも感じる。同じのを感じるの。一緒に言いましょう、せーの、 ESFP。 あ、違う。え、ヨカちゃんなんですか。何、今感じちゃった。感じました今。逆に。じゃあやるかも。じゃあ赤リンゴチャレンジで、せーの、ENFP。 うわー、すごい。ユーアの負けで。負け。もうあれだよ、アリーナでさ、ライブやった時のガルレボのペアはあかりちゃんで、高身長ペア。そうなんだね。まあもう手巻きなくなったんで。なんだ、どうした、どうした。ああ、この2人も行ってます。そうなんですけど、そう、あ、ここ行ってたの。ことがあるんですよ。そっか、ね、ユーマも一回なんかマック、あはははボーカル前になるんで、なんかあれだよ、たまたまみたいな感じだよね、確か。はい、マジであって、いいじゃん、フッカル友的な、すごいね、感じやな。リナも意外とフッカルだった。え、そうなんだ。フッカルです。フッカルって何。ラッキーちゃん、あれ、フッカルって何から。いつもこういう何々星人。あ、そうなんだ。これって何って聞くの。すみさん、なんか5歳ぐらいまでなんかちっちゃい声が。そうだよね、何々星人ってやばいね。ラッキーフットワークが軽いっていうの。なるほど。なんか分かってるじゃない。合わせてる、いつものやつ。そうだね、見せてて、いつも感じたいんだ。いつもこういう感じ。